はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は覚醒でドラフト1位ルーキーが登場しているということで、一人ずつのおすすめ度、誰を取るべきなのか解説をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず解説に入る前に注意点です。この動画でのおすすめ度は現時点での能力だけでなく、その選手の現状、近いうちに通常 S ランクが出るかどうかも考慮しています。一人ずつ現状を紹介しながらおすすめ度を解説していくのでご了承ください。まずは阪神下村選手、おすすめ度はリーグ B リア対 B プラスとなります。現状の成績としてはオープン戦ファームともに登板がありません。大学では4年の春に3勝0敗、防御率 0.85 を収めているので今後に期待しましょう。能力の方はデフォルト制球型となっており、総合で球威制球同値が可能です。球種の方は7球種となっており、多彩な球種を持っているため化ける可能性を秘めています。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて広島常広選手、おすすめ度はリーグ B リア対 B となります。現状の成績としてはオープン戦ファームともに登板がありません。大学では全日本野球選手権で MVP を獲得しているので今後に期待しましょう。能力の方はデフォルト球威型となっており、限界突破で中継ぎが可能です。球種の方は5球種となっており、スタンダードな球種のためリア対面は厳しいでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて DeNA 渡来選手、おすすめ度はリーグ S リア対 S となります。現状の成績としては打率2割4分ホームラン2本5打点と若干対策はされ始めましたが、十分今後に期待ができるので反り込みでおすすめ度が高めです。能力の方はデフォルト走力型ですが、総合でパワー型が可能、今後ラインドライブになる可能性もあると思います。守備の方はメインのライト適正しとなっており、限界突破でファーストショートキャッチャー以外が可能です。使い勝手がいいでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて巨人西舘選手、おすすめ度はリーグ S リア対 S となります。現状の成績としては1軍の勝ちパターンを担い、3試合に登板3ホールド、防御率0となっています。今後能力アップが見込めるのでおすすめ度が高めです。能力の方はデフォルト球威型となっており、限界突破なしで先発中継ぎ抑えの全てが可能になります。球種の方は6球種となっており、現状のリア対面では厳しめです。ただ球速があるため変化球次第で強くなるでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてヤクルト西舘選手、おすすめ度はリーグ B リア対 S となります。現状の成績としてはオープン戦ファームともに登板がありません。大学4年秋では防御率 1.67 をマークしているので今後に期待しましょう。能力の方はデフォルトスタミナ型となっており、総合で球威スタミナ同値が可能です。球種の方は7球種となっており、限界突破で中継ぎが可能になります。ツーシームフォークスプリットとかなりリアタイ向きの球種のため、リアタイ的なおすすめ度が高めです。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて中日草加選手、おすすめ度はリーグ B リア対 B プラスとなります。現状の成績としてはオープン戦ファームともに登板がありません。大学4年春には最優秀投手に選ばれているため今後に期待しましょう。能力の方はデフォルト球威型となっており、総合で球威制球同値が可能です。球種の方は5球種となっており、斜め方向に2種類持っています。化ければ面白いでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてオリックス横山選手、おすすめ度はリーグ B リア対 B となります。現状の成績としてはオープン戦ファームともに出場がありません。高校通算30ホーマー若い選手なので今後に期待しましょう。能力の方は完全走力型となっており、守備の方はメインのショート適正 E となっています。特殊で D が可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてロッテ上田選手、おすすめ度はリーグ A リア対 A となります。現状の成績としては1軍では7打数1安打ファームでは12打数3安打となっています。今後に期待ができる選手です。能力の方はデフォルト走力型となっており、総合でパワー型が可能になります。守備の方はメインのサード適正 D となっており、限界突破でファーストレフトが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いてソフトバンク前田選手、おすすめ度はリーグ B リア対 A となります。現状の成績としてはオープン戦ファームともに登板がありません。大阪桐蔭高校では3期連続で甲子園に出場しているので今後に期待しましょう。能力の方はデフォルト球威型となっており、球種の方は8球種となっています。かなり多彩な球種のため今後化ければリア対面で面白いでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。
続いて楽天小蛇選手おすすめ度はリーグ A リア対 A となります。現状の成績としては2軍で2試合に先発登板し2勝0敗防御率 1.42 と結果を残しています。好成績のため今後に期待ができるでしょう。能力の方はデフォルト球威型となっており、球種の方は7球種となっています。リアタイ向きの球種のため今後化ければ面白いでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて西武竹内選手おすすめ度はリーグ S リア対 S となります。現状の成績としては1軍で1試合に先発登板し7回無失点と完璧な成績を収めています。今後の能力アップ込みでおすすめ度が高めです。能力の方はデフォルト制球型となっており、調合で球威制球同値が可能になります。球種の方は6球種となっており、限界突破で中継ぎが可能です。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。続いて日本ハム細野選手おすすめ度はリーグ B リア対 B プラスとなります。現状の成績としてはオープン戦ファームともに登板がありません。大学4年春には防御率 0.82 をマークしているので今後に期待しましょう。能力の方はデフォルト球威型となっており、限界突破で抑えが可能になります。球種の方は7球種となっており、ツーシームスプリットとリアタイ向きの球種となっています。化ければ面白いでしょう。特殊能力の方はご覧の通りとなっています。ドラフト1位ルーキーの現状解説おすすめ度の紹介は以上となります。まとめるとリーグでおすすめなのが1軍で活躍している渡来選手、巨人西田選手、竹内選手、リアタイでおすすめなのがその3人に加えてヤクルトの西田選手になると思います。基本的にはこの4選手の中から選択をしてください。各自のチーム状況に応じて取る選手を決めていきましょう。この情報が良かった方、ドラフト1位ルーキーの現状が把握できた方、ぜひ高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて毎回恒例のイベント途中経過です。日付変わって撮影している5日10時現在、イベント攻略動画で解説した通り、今のところ自然回復で進め、出た敵は全て倒して進めている自分の進捗状況としてはご覧の通りとなっています。引き続き毎回の動画でイベント進捗状況は紹介していきますので、墨の目安としたい方は参考にしてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただき、明後日は日曜日ということで毎週恒例のやるべきこと動画を上げる予定です。来週のイベントガチャなどを予想していきますので、よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。